みーどりお疲れ様です。お疲れ様です、今日の企画なんですけど、はい、ミッチーが、はい、金曜日で今日ですか。ミッチーが給料払ってる側ね、社長。あ、はい、出会い道が給料払ってる側で、まあ、それ毎回一緒だな、いつかっていうのは、はい、で実は毎日家近いか会社から、はい、家に近くでご飯食べながら一応若い衆呼んで、はい、親方って感じじゃ、はい、親方って呼んで若い衆給料にねぎらう、はい、お疲れ様でした。まあ建設業じゃない人もあんまり分かんないかもしれないけど、建設業って高齢なんですよ。へえ。俺らの時代はもう本当に親父親父とかだったし、はい、その役者映画じゃないけど、はい、で奥さんは姉さん姉さんって言って、あで今でも俺らの世代とかもう30代も言わんのかな、今も言わんのかな、あんまりそういうのそれ聞きたいな、視聴者に。まあ、今日はタレコミもらって給料日どこで飲むんだと、はい、まあ、ある調査員にさあ偉そうにあいつがじゃあ若い衆と、ね、親方やってるとこ、はい、視聴者の皆さんに言いましょうか。ミッチの給料日潜入だな、はい、怪しいやつだな、俺ら。はい、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうだろ、はい、おまかしか、うちの会社飛んだやつだろ。いやいや、もう飛んだやつだ。そうっすね。そこ使うんだ。待って、何とお前。はい。こんなとこ何と。こんなとこ何でいるんですか。あ？逆に何でいるんですか。こんなとこ何と。はい。あれ目見てないの。目見てないです。手術したやつ。はい。マジっす。いや、まだ絶対嘘です。本当だろ、これ目が嘘もねえやお前。なんかつけとるのかなって。アホか。いや、まだ腫れとる。いや、まだ一人になるって。あ、そうなの。そうそう、一人にしまっとるけど、たるみだけ取ったみたいな。お前、何だよ。俺の勘弁しがさい。勘弁しがさい、もういいやつ。俺の勘弁してほしいと、お前飛んだだろ。いや、そうね。お前飛んだやつだよ、まあ確かに。お前、道一本になったんだな。何年前だ。でも、だいぶ前だろ。はい、何親方。今日3日ですね。あ、3日です。噂では給料日らしいじゃん。はい、給料日らしいじゃん。給料日じゃないな、普通に。あ、今給料で、あの、僕に懺悔する日っすね。給料を僕に懺悔する日っす。どういうことで、ちょっと何をするのか。まあ、今日、マル社長演技中。こいつの何個したの。僕1個してる。あ、1個したか。1個っす。塗り替え道場飛んでから、僕に電話してきて、うん、じゃあ、その寺道君飛んだって、お前も後で飛んだだろ。一緒に飛んでなかった。一緒に、一気に飛んだよ。いや、で、僕、じゃ違うっす。僕だけ残ってて。あ、そうだな。違うよ、俺だけ残っとったの。俺骨折して足ばっくんだ、お前持った。いや、いないですね。あ、いいよ、食べてよ、食べてよ。給料日で、なんか給料日で集まっとるじゃない。給料日でそうっす。今日給料日で毎月絶対飯食うね。月1、まあ、最低でもその時は月1ぐらいっす。あ、ほんと。で、現金なの。いや、それ振り込みですもん、今日は。ああ、振り込み、ね、いつも現金だけど、今月から振り込みです。ああ、そういうのね、はい、だんだんアップデートしたんだ。はい、だんだんアップデートしていきました。最初、なんて言ってお前くどかれたの。僕も働いてなかったんですよ、ちょっと前まで。うん。めっちゃ、これ、すっげえ恥ずかしいんですけど。なんで、なんで。で、そのまま、うん、お前暇しそうになったらちょっと一緒にやろう。そう、言っとっただろう。俺、1年で10人に若い人する。あ、行きましたね。あれ聞いてましたよ。だいぶ夢語っとった。あ、だいぶ語ってましたね。最近は殺されるぞ、お前。最近も絶好調っすよ。最近は口先は達者。はい、もう絶好調。殺されるぞ。で、一応お前が番頭だもんな。ナンバー2だもんな。まあそうっすね、もう大したことないっすよ。大したことないっすよ、だって大したことないから、お前ナンバー1ナンバー2で決まってないから。大したことない。お前バカなの。大したことないっすよ。お前バカなの。何ヶ月まだ6ヶ月、5ヶ月ぐらい。1月から5ヶ月ぐらいで。一番の前にずっとやっとったの。いや、もう全然やってないっす。一やめて。もう何にもやってないっす。ちょっと一番お前ができたよな。あの時はまあ一応なんか経験者じゃないですか。そうそうそう、お前だけ経験者やったから。逆にでしたもんね。こうやって腕組んで、いや寺内君違うって言って、それここだって、それここだってって。そうそう、本当そうなの。こいつがで、何給料日とか何話したりするの。はい、給料日だもんね。ご苦労さん、今月もとかって言うの。
いや、もっと働きにしますね。まあ、今日は、今月27日か。27日働いたのだけど、もう少ないじゃないですか。僕からしたらもう40日とか働いてほしいですもんね。昼勤夜勤、昼勤夜勤やって。昼勤夜勤。まあ、少ないでもっと働けって言ってますね。出すのよ、お前。そしたらもう、そんなんだったらやめますって言ってすぐ飛びますよ。もうすぐ飛ばんだろ。まあ、もうやめ、やめるからちゃんとやめます、ね。まあ、言うだろう。はい、もうだって今いくつだ28になる。あ、今年9位。あの時いくつだ、私働いたの。18とか17。18だもんな。飛んで当たり前だもんな。今でも覚えてますけど、飛んだだけの話、うん、飛んでないって言ったじゃないですか、その時。いやいや、飛んだけど、違う、一緒にね。でも、ちょっとずれてんだよ、多分。ずれてない。でも、俺が、ずれとったけど、いや、一緒の日に飛んだんですよ。僕が、その、まあ、ある地元の先輩と喧嘩して、うん、で、携帯もぶっ壊れて、朝起きたら、もう、その日、4時とか5時ぐらいまで飲んでさ、朝起きたら、もう、チーンじゃん。わかるでしょ、俺、10時に出てくださ。もう大体もう起きた時って寝起きた時って「やべ行こう」じゃないですよね普通に。でこの携帯持つんですけど、携帯持っても携帯その時たまたま画面もぶっ壊れとったんで、うわっ、デリータイミングだった、飛ぼうって飛んだんだよ。なんで携帯がお前割れとったらいいタイミングになるって。いや、分からんね、もうだいぶ分からんもんですよ。着信で、あ、社長だとかも分からんし。だから俺がなっとるだろ。いや、なっとると思う。でももう電源も入らんかったんで。あ、そうだったっけ。はい、あ、違う、違う、それ違う、お前が飛んでからだ、それお前が飛んでからだ。お前がいない時に俺が飛んだ時だ。一緒に飛んだのは違う、スタートマン寝坊して、で一回飛んでまた帰っとるんか。僕は帰って、何払いたいの。いや、違う違う、緊張して払いたいの。緊張して、もう別に行かないよ。カメラ見んときゃいいんだもん。めっちゃ向いとんだよ。こっち違う違う違う、こいつすごい手見とんじゃから向いちゃう。すげえやだ、このちっちゃいやつ。すげえやつ。お前1回だけと思う。僕は多分こういうのこいつ1回だけっす。いや、逆にリュウジ君みたいな感じだったんすよ。あ、真面目に乗ったわ。こいつだけ1人は、うん、なんて呼ぶの。ヒラムキ親方って呼ぶの。あ、もういいよ。いや、たまに社長って呼ぶの。たまに社長社長って、たまにっすよ。あ、冗談みたいなやつね。社長、社長、いや、本気のやつ。社長って、いや、それは嫌ですね。社長って言わないっすね。社長は飯を送ってくださいよ。冗談のやつだよ。表記のやつよ。それ冗談のやつだよ。お前出やすそうもん。何やってんの。頼むぞ。食うよ食うよ。食ったらすぐに緊張する。なんだよ、別にいいって。あ、マスク取りたくないんだ。マスク取りたくない。マスク取りたくない。いや、どうなの、忙しくなったの。忙しくは、まあでも変わらないです。現場はずっとあるんで、その元請けさんのところですか。うん、うん、まあずっと現場あるんで、うん、まあ入りっぱなしですね。だからもう、あ、現場、現場に。あ、同じ元請けとかあんまり行ってたやつ。そうそう、あちこちは行ってないか。あちこちは行ってないですね。まあ明日からまた変わるのと、うん、そうですね。まあ1年だったら10人なんだ。多分来週ですね。お前ついに行って、いやもう本当にお前口だけじゃなくてやれよ、お前本当にイライラするのやろ。だろ。お前何のためにお前で辞めてったんだ、お前。俺はまあ大変になって、お前、まあ俺が大変なのか足場が大変なのかもしれんけど、はい、俺の儲けへてお前で出たら何のために出たんだ、お前。お、俺はそんな見んね。下げすんなめで言うんだよ。もう従業員の給料日に何で俺もらえなかったんだよ。自分の若い衆の給料日に何で俺もらえなかったんだって。お前食っとる場合じゃないでしょ、お前。何で辞めてきたのって。そうですね、独自してでかくなるためにですね。で、成長するために辞めてたんじゃないの。はい、そうっすね。何やってんの。ちょこちょこやってます。あ、ちょこちょこやってます。どういうこと。ちょこちょこやってます。どういうこと。いやな、お前たまにちょっと変わってます。で、動いとんの。何もらんの、連れとか後輩とか。まあもうでも、もう僕の周りはもうみんな自分でやってるやつが多いんで。あ、もう一緒に動けでしょ。あの、動きは多いですね、僕の周り。あと、そうやか。あの、はい、足場で ATA でしょ。足場偉いでやりたねえかみたいな。そうそう、お前やってんの足場。めっちゃ偉い。
マジ無理だわって重っマジでお前なんかそんな感じだよね、なんか淡々としとる感じだよね、別になんかサボるとかじゃないけど、はい、ガッてやるタイプでもないけど、なんか淡々と、はいはいはい、まーってやってる感じだよ。いや、偉いの苦手ですもんみたいな。マイペースだよ。マイペース、ミュージカルと変わらん。だからそんな感じだよな。マイペース。だから、偉いだろ。ようやったな、お前。いや、本当最初1ヶ月間ぐらいマジで後悔したでも最初あったよ、足場やりたいって言ってずーっと前でボルト入れとかやっとった、うん、いやもうボルト入れもボルト入れで足場がいいとか言って足場痛いでしょ、足場痛いもうだから多分ゲーム仕事向いてねえなと思いますよ、ほんとダメだ、それっつってまあ、いいでな一回ないでな、やっぱな、なんか分かるし、入れろよ、お前ら入れますよ、はい、何言うとんの、なんで1年だぞ、1年っす、はい、でもうお前こんな使えんだったらもういらんわマジでこんな使えんならもういらんわ、はい、そうっすね、それも放流だわ顔赤かなみたいな、顔赤かな、そのまま放流放流顔だから使えんなお前やっぱちょっとあいつらとは違うな、ケンタとかイタカとかな、あいつは馬力やったよな、まあ、1年ぐらいでバッてやったよな、まあ、4人10人使っとだろ言って、うん、だろ言ってお前らが YouTuber なんで、まあ、人を集めやすいし、そうっすね、募集してんの今、募集してますね、インディードも掲載して、うん、でもすぐタウンワークもあれっすかね、タウンワークはメラランもいいよ、そうですね、高いだけだろ、いや安いっすよ、4週で3万1000ぐらいなんで、あ本当、はい、シケバ給料日だな、お前シケバ酒飲めんだよな、でもいや、いや、飲めんすもんね、今、うん、どこもやってないもんね、いつもここじゃないんだ、いつもここじゃないっすね、いつもはだいたい都営業員ね、ずっとね、地元ですね、地元の居酒屋で、ああそういうことな、もともとの地元で、あ、お前ちょい家の近くで、そうっすね、もう出て帰る、もう女の方が行くんですすごいな、お前独立してなんか偉そうになったらその女の面だけだよ、女の女の前な、女だけだよ、人生変わったのなんか変わったあと、何が変わった、性格も変わったよね、先に店は治った、あ、いなくなったと思います、嘘、一旦暴れてないまだ暴れてないんで、嘘、はい、本当一応一応だよね、あの、変わあの、前頑張ったんだと思ったのが、うん、なんかちょっと喋ってて、うん、顔が変わったんですよ、飲んでる時に多分、向こうもなんかこう、結構言う人で、うん、で顔が変わったもんで、あ、もういらっとしたんだ、そろそろ話した方がいいなと思ったら自分から俺は聞くわって言ってたんですよ、あ、マジもう自分で多分やばいなと思ったらのか知らないですけど、そう、もうすいちゃんちゃんと思ったんだ、その時はっすね、そう、全然知らんやつ、いや、その友達が連れてきたなんか先輩なの、はい、上司かなんかで、うん、で、そのたまたま別の居酒屋で別宅で飲んでて、うんうん、で、こっち来いこっち来いって言われたんです、そこで飲んどったら、うん、さあ、仕事ってさ、別にお金じゃないじゃんとか、そういうなんかそういう仕事だし、で、バーって僕も話しとったらなあ、向こうもバーって言ってくるもんで、もう、どっちも折れれんのっすよ、あー、そういうことな、だから折れれんもんで、多分最終的に手が出るじゃないですか、その時ってなんで最終形態おかしいよ別に手出んよなあ、でどっちも折れないもんで、もういいや、だって、うん、もう行きますわって言ったんす、そしたらそいつ倒れてましたけどね、なんで倒れて、飲みすぎその先輩がそう気づいた、いつぐらいっすな、結構上だよね、多分30回って40手前ぐらい、ね、俺よりちょっと下ぐらいな感じ、そうっすね、多分そいつこんな顔してなかったしてなかったこんな顔してなかったやばいだろ、まあ、これな、だいぶ良くなったんだ、何をやったんですか、あの眼鏡化してこれたるみを取った、たるんどるもんね、あ奥舞台みたいになって一人には最後になるんだけど、キリッてするから若返るみたいな、アンチエイジング今流行りのアンチエイジング、整形じゃねえぞ、正義じゃねえぞ自分が言ってないまあじゃあこんなものするか、はい、そうだね、ちょっとチャンネル登録のね伸びがちょっと落ち着いちゃっとるんで、ぜひまた皆さんチャンネル登録、まあせっかく見るんで登録だけしてください、お願いします、よろしくお願いします。
お前、飛んでるから初めて会ったのかな。そうです。いやいやいや、会いました、一回。会いました。ミッチが暴れてるとこだけだから、一回電話しようと。あと、電話しよう。違う、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 違
そうそうそう、ママが飲み屋のママがカツくん寝まして、カツくん寝ましてって言ってカツくん呼んで社長か、で、もう俺らももう止めるの困ってたから、あ、俺カツくん番号入っとるわ言って呼ぼうぜ社長っつってその時だけお前飛んで謝るもんいや、でも僕飛んだ時の動画、謝った動画健太くんに撮られたんすよ。あれ動画撮ったっけ。いや、それ YouTube じゃなくて健太くんがお前の時はカツくん勝手に謝れとか言ってで、僕なんか何個から飛び出てすいませんでしたでもそれ送られてきてないんだ。いや、ケンタから送ってきたかも。見てますからね。ケンタがメッセージがあるから送ってきたから。あ、ですよね。あ、多分そうです。そば謝ったでしょ。いや、いや、すいませんでした。お前この目にそれ言ってるんです。しょうがないな。チャンネル登録お願いします。